夜道に気をつけろ。どうも、夜道千秋です。なんと今日はじゃじゃーん、トライアーフ東京ベイさんに遊びに来ました。もう皆さんご存知の通り、私は外車が大好き、そしてトライアーフも大好きということで、皆さんと一緒にトライアーフのかっこいいバイクを見ていけたらななんて思って今日は動画撮りました。動画の最後にはビッグニュースもあるので絶対最後まで見てくださいね。それでは中潜入していきたいと思います。じゃあ中行くぜ。やばい、見てこれ、なんてかっこいいのかしら。めちゃめちゃでかいっすよ。なんかさ、こんなんさ街中で乗ってたらさ、めちゃめちゃ目立っちゃいそうだよね。すげえ。まあどんなに憧れてもチビの私には乗れませんということで。でもすげえかっこいい。違う、写真以上の高級感がありますね。かっこいい。その制約済みということでね。そうですね、こちらお客様ついている車両ですね。はあ、こんなんこかせられないね。へえ、こういうなんかちょっとクラシックな感じのバイクもあれば、はい、こっちにはそうです、ね、古っぽい感じのね、はい、バイクもあります。こちらが3気筒のエンジンで、わあ、もうちょっとしたらタイガーの1200っていう車両がデビューするんですけれども、最初にディープレインっていう独特なクランカーですね、を採用したエンジンのタイガー900のラリープロっていう車両になります。直近で言うとアブノーセブンの映画に出てたりした車両でもあるので、これで知名度が上がってる車両でもありますね。じゃあ走ってたら、あれ映画で見たことあるバイクだわ、そうですね、はい、なっちゃう。もうちょっと完売してしまってはいるんですけれども、日本に7台だけ007とタイアップした限定車ですね。7台だけで、まだ日本には入ってきてないんですけれども、もうちょっとでお客様の手元に届く予定になってますね。一度はちょっと見てみたいですね、走ってるところ。そうですね、はい、フレームがね、私は好きなんですよ、バイクのプラスフレームが見えてる感じが。
です。マットカーキっていうカラーだけフレームが白色のカラーになってるっていう感じですね。おしゃれ、合うね、かっこいい。やっぱトライアンフさんといえば3気筒みたいな。そうですね、現行ですと2気筒と3気筒の2つのエンジンの種類しか作られてないんですけど、2000年くらいですと4気筒のエンジンがあったりですとか、あと今現在ですね、まあ、あくまで研究段階ではあるんですけれども、イギリスの本国の方でですね、いろんな組織さん、いろんな会社さんと提携させていただいて、自転車の開発をさせていただいておりますね。乗ってみたい。結構形にはなってるので、ホームページとか見ていただいたら、スピードトリプルっぽい見た目の車両が乗ってたりするんですけれども、本当にでっかいバッテリーを積んでいて、エンジンのところがバッテリーに切り替わっているような車両が乗っていて、すごい、どんどん進化していってますね。楽しみ。私も見てみたい。調べてみよう。いやもうこれとかめちゃめちゃ気になりますけど。そうですね、あのロケット 3R のブラックっていうモデルなんですけれども。かっけえ。しかも世界仙台限定の車両ですね。世界仙台？世界仙台限定の車両になります。やば。で、量産されているバイクでは世界最大排気量 2500cc のエンジンが搭載されています。 2500cc？ そうですね、はい。 2500cc？ え？あれ？私の乗ってるバイクの何倍あるの？思うけど、この大きさで2500？ そうですね、もあるって考えたらすごくコンパクトに作られてるような。そうですね、1個前にローマ数字の3でスケット3っていう車両があったりしたんですけど、それよりも全然コンパクトになってる。はい、すごい。かなりこれはじゃあもう力を入れてもうコンパクトに。そうですね、トライフの中でもフラッグシップ車両って位置づけの車両であったりしますね。すごい。あと唯一トライフで縦向けのエンジン、クランクシャフトが車両に対して高騰っていう車両になってて、これも珍しい車両で。これ重さどのくらいあるんですか？300キロちょっとくらい。いや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 、300キロ？すごい。意外とシートはそこまで高くないですし、見た目以上には乗りやすい車両ではありますね。そっか。はい。まだなんかこうカーボンパーツがついてるとかして、かなり軽くされてるんだろうなっていう。はい、そうですね。カーボンのフロントフェンダーがついてる実はロケット 3R トラックのこの限定車だけなの。そうなんだ。はい、かっけー。しかもここら辺とかさ。本当にロケットみたいだね。かっこいい。個人的な一押しポイントとしてはやっぱりこう見てて違和感ないと思うんですけど、はい、タンデムシートあると思うんですけど、足どこ置くの？正解言わないでください、ね。はい、当てたい。確かにステップみたいな。そうですね、タンデムのステップがないと思うんですけども、パッと見ですと、やばい、これはちょっと当てたい。ここら辺がちょっと、あ、でもこれは違う。みんなも分かるかな？ここら辺とか違うそうだな。ないないわけないよね。すごくさっき欲しいところありましたね。実際触ってました。触ってた。はい、ここなんかこれをこうガチャって出せるような。本当にでも一瞬で出せるところだ。はい、見つかるかな、ね、ここ、あったんだけど、どうやって出すんだろうこれ。これステップじゃないのか。そのまま後ろに手前に引っ張っていただければ。はぁ、すげえ、これすごくない？やばー、かっけー。しかもなんか車体の一部にシュッとこうスマートに入れられてめちゃくちゃいいね。なんかデザインの一部みたいじゃん、もうこれすごっ。こうやって一瞬で出せるんだね。すごい、かっこいい。こういう作り込みですね。そうですね、本当に作り込みはすごい車両だなと思いますね。それでいて、まあ、スペックっていうのもしっかりありますし、まあ、おすすめな車両ではありますね。ありがとうございます。これもまた春ですね。そうですね、こちらがペガスコさんの660っていう車両なんですけれども、こちらが今一番新しい車両ですね、トライアフの中でいうと。色合いは結構シンプルなんだけど、どれもこれもデザイン性がね高いからめちゃくちゃ目立つね。この車両の特徴としましては、まあ、オンロードのアドベンチャースタイルの車両という形で、一般的なアドベンチャーの車両ってフロントのホイールがちょっと大きめのついてたりするんですけど、これは前後とも17インチの、まあ、いわゆる本車両と同じインチ数で、まあ、奥の走行は考えられてないアドベンチャースタイルのバイクですね。個人的な好みでいけば、はい、これが一番。あ、ありがとうございます。いいですね。そうしていただけると。はい。で、カラーバリエーションも3色展開ありまし
て、このまあグラファイトっていうちょっとグレーっぽいカラーと、あとブルーですね、あと赤色のカラーがあったり、赤もあるんだ。赤もありますね。赤だけグラフィックがちょっと追加されて、ここら辺にちょっと模様がつくような形ですね。これめちゃくちゃかっこいいな。でもシュッとしていて、このシャープな感じのデザインになっていて、でこの車両のエンジンに関しましては、去年頭に出たトライデントっていう車両ですね、このエンジンがそのまま使われていて、はい、周りですが、もともと変わっているという車両ですね。で走行性能としても実績のあるエンジンが使われているので、非常に乗りやすいエンジンかなと思いますね。いいとこ取り。あとはシートだとかね、こういったやっぱりこれもアドベンチャー系のゾーンなんですけれども、シートの他にもやっぱり荷物を乗せたいってお客さんもいらっしゃるので、こういったバック類なんかもあったりしますね。全部こう色がね、ちゃんと車体に合う感じで作られてて、あ、今私がつけてるマスク、これかっこよくない？550円、これいいよね、顔にめっちゃフィットする。こんなものまで、うわ、かわいい。そうですね、そういったミニチュアなんかもありますね。すごい、ちっちゃかわいい。これいいな。へえ、なるほどなるほど。パーツね、他のメーカーさん、国産メーカーさんに比べても去年は比較的オプションパーツ、純正のものを多く揃えているかなっていうのがありますね。でタンクパッド一つ取ってもあそこ見ていただいたら、左側のがタイガースポーツ用のもので、うん、右側のがスピードトリプル用って、ちょっと細かいデザインに変わったりするので、その車種にあるものを選んでいたら切れても面白いところかなって思いますね。ウインカーだけ見てもかっこいいもんね。このシュッと細い感じがね、純正でこういうのはすごく嬉しいですね。でウインカーもこういった LED の普通に光るタイプだけではなくて、今車とかでありますけど、シーケンシャルで流れるタイプのウインカーに変えていただくこともできますね。めちゃくちゃいい、かっこいいね。正面から見ても、真横から見ても、真後ろから見ても、どっから見てもかっこいいっていうね。じゃあアパレルの方もね、見ていきたい。おしゃれですね。しかもなんか噂によるとリリースサイズも、そうですね、リリースも各種揃えてますね。だってなかなかリリースサイズってないから、いつもねメンズのやつをこうダボダボと着てて、サイズが合ってない人みたいな感じになりがちなので、すごく嬉しいです。この辺とかがリリースのサイズですね。そうですよね、はい、でウエストちゃんと絞られてていいな。こんなん私服で着ちゃいますね。そうですね、例えばツーリング先とかでジャケット脱いでいただいても浮かないようなもの多くあったりするので、ツーリング先とかでも結構カフェとかで馴染んでいただけるかなっていうのはありますね。もう本当にそれなんですよ。もうずっと前から思ってて、こうバイク乗りっていう格好をして道の駅とか行くとめちゃめちゃ恥ずかしいから、こういうのがすごいありがたい。どこにでも着ていける、ね。まあ、バイク乗ってる時はメーカーロゴドンっていうのもかっこいいかなと思うんですけど、これバイク降りてしまうとちょっと街には溶け込まないかなっていうのもあると思うんですけど、純正のアパレルはそこら辺も考慮して作られてるっぽいですね。めちゃくちゃおしゃれ、かわいい。こういうねレザーとかもめちゃめちゃ生地いいですね。もうなんか使い込まれた風なグローブ、これとかもかっこいいね。そうですね、グローブもメッシュグローブですとかレザーのグローブ、これにも各種いっぱい揃えてあるので、はい、本当だ、めっちゃある。ここら辺とかもめちゃめちゃ普通にかっこいいし、こっちなんかもめちゃめちゃスポーティーだな。これスポーツ系の3気筒系のバイクとクラシックな2気筒系のバイクを作っているので、そういったところでもアパレルの2つのラインがあってっていう形になってますね。どれを買ってもちゃんと合わせやすく、すげえ。いや、こういうアパレルとか見てるだけでももうなんか時間がどんどん、いや見てもこのパーカーとかもめっちゃ可愛い、後ろも可愛いよ。普段着ちゃいたくなるね。2回一通り見終わりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私が今気になってるバイク、今回またがらせていただく。そうですね、実際に体感していただければと思いますので、じゃあ今見た中で気に入ったやつを選びつつ、シート高だとね、足つきなどもろもろチェックしていきたいなと思います。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ということで、私が見てて一番かっこいいなと思った車両を出していただきました。はい、そうですね、こちらのタイガースポーツのロクロックもあるっていう車両です。完全に今一番新しい新型のモデルになりますね。扱いやすいんだけれども十分スピードが出てっていうところで、結構ミドルクラス選びがちなんですよね、自分のバイクの。あとエンジンとしてもフラットトルクなので、どこからスロットルを開けていただいてもしっかり加速してくれるようなエンジン特性になってますね。車体何キロくらい？220キロ
ざっくり。思ったより軽い。なんかめちゃめちゃでかいから本当あるのかなと思って。じゃあ早速はい、中を頂いて足つきチェック。私はね、今日足底ブーツを履いてきたので、どう考えても足つかないそう。押してみる。こちらのサイズですね。はっ、いやー、つかない。この車両、純正のオプションとして OC となって、そちら、よろしかったら変えてみます？え、あるならお願いしたい。これはさすがに、女性だときついと思う。黒シートに変えさせていただきますね。はい、お願いします。こちらですね。比べていただいたら分かると思うんですけど、確かに薄くなってる。はい、全然違うと思います。純正で声が出てるのめちゃくちゃいいですね。サスペンションとかいじってしまうと、どうしてもスタンドも一緒に変えたりっていうのもあると思うんですけど、シート変えていただくだけならスタンドの調整とかも必要はないので、こちらの方を変えさせていただきますね。お願いします。おー、でシートも鍵でワンタッチで交換できるので、楽なポイントではありますね。もう終わった。これで終わりました。どうだ、完了。じゃあ早速。あ、だいぶ安心感が出ますね。そうですね、大体3センチ弱くらい差があるので。あ、そんな差があるの。結構違いますね。これだとギリつくみたいな。そうですね、先ほどと比べてだいぶ安心感が増したんじゃないかなと思いますね。安心だね。これは私が身長が155センチなんですよ。このブーツを履くと多分160ちょいくらいかなと思う。160くらいの身長の女の人だったら、まあ余裕で走れるんじゃないかな。多分ね、私から見える景色もこれまたいいんですよね。このディスプレイみたいな、めちゃめちゃおしゃれ。あ、そうなるんだ。上が白黒のデジタルになってまして、下が TFT のフルカラーの液晶のディスプレイがついてるという形ですね。いいですね、文字も大きいし。でこの十字キーですね、押していただくと下側の画面を切り替えたりできるようになってます。あ、本当だ。これめっちゃ見やすいな、今のギアとか、あと日時だとか。へえ、すごい。しかもこのスクリーンもえらいでかいですね。スクリーンに着目していただいたのがあったんですけど、実は調整機構がついてるんです。今一番下に下がっている状態なんですけど、このアングルを見ていただくと、ここまで上げていただくと本当に体に当たる風はなくなるかなと思うので、うん、はい、風全部受け入れてくれますね、これだったら。すごい。オプションパーツでハンドガードみたいなのもあったりするんですけど、それつけていたらもう手にも当たる風もなくなるので。ハンドガードつけたらめっちゃかっこよくなりますね。でアドベンチャーって感じのルックスになりますね、うん、アドベンチャーっぽい。ありがとうございます。なんとトライアンフさんのご厚意でタイガースポーツ660に試乗させてもらえることになりました。いや、両シートに変えてもう直後に試乗できるのですごいありがたいですね。で普段乗り慣れてないアドベンチャータイプのバイクなので、安全に気をつけつつ楽しみたいと思います。それでは行ってきます。ということで走り出したんですけど、今回はスペシャルに車からの映像もお届けします。こうやって乗ってるところを外から見るのはすごい新鮮です。結構決まってるんじゃない。このタイガースポーツ660を乗ってみた感想としては、もうめちゃくちゃ楽しかった。見た目以上にすっごく乗りやすいです。アドベンチャータイプのバイクってでかいから、私も乗る前すっごいビビってたんだけど、本当に乗りやすかった。あと個人的にすごくいいなと思ったのはウインカーですね。グッと押し込めば点灯し続けるんですけど、ポンって押すと短時間だけ点灯するようになるので、かなり楽だなと思いました。排気量もさ、660っていうちょうどいい排気量で、大きすぎても少なすぎても疲れちゃうもんなんですよ。なんで私ミドルクラスのバイク好きなんですよね。お、信号が近づいてきました。バシンゴちゃんと足ついて止まれるかな。もう余裕ですね、まあ、厚底ブーツのおかげもあるんですけど、ちょっと腰ずらせば足をしっかりつけて止まれてます。足つき全く問題なかったです。停車状態からの右折もこの通り。アドベンチャータイプに乗りたい低身長のライダーさんにはすっごく夢のバイクだと思います。
試乗車だからさ、動かすのがすごい怖かったからすごいビビってたんだけど、もう乗っちゃうとそんなのすごい忘れてた。そのぐらい楽しかったです。もっと乗りたいって流行って思った。こんな感じです。乗っててワクワクするバイク、どこまででも行けちゃいそうでした。ということで、ここからビッグニュースなんですけれども、今年の東京モーターサイクルショー2022にて、トライアンプさん25日から27日までの3日間出展することになっているそうです。そして私が27日に遊びに行く予定ですので、ぜひ皆さんご参加いただきたいですし、参加予定の方は一度私に会いに来ていただけたらななんて思っております。いや、もうさえめっちゃ楽しみです。そうですね、店舗でもチケットの販売させていただいておりますので、気軽にご連絡いただければと思います。楽しみにしております。今日は村山さん、はい、一日ありがとうございました。で、一緒に最後の決め台詞歌ってもらっていい？よく言っておきます。あ、分かっていた。